歌舞伎町の女の子の最高売りかけ聞いてみた。おーおー、なくても50、おー50ちょい、200万ぐらい。おー200万、500、おー500万、まさか500万。おー、はい、どうも、始まりました。どこい翔平チャンネル、どこいさんだぞ。おはようございます。よろしくお願いします。はい、今日は違ういつもと違う場所なんですけど、はいはいはい、わかりますか、まあ、歌舞伎町の、なんていうのこれはね、駅の方なんですよ。駅の方、さっきまで芝居出て渋谷でインタビューしようみたいな、はい、をしたんですけど、はい、もう人がいないのと、はい、もう知名度は使えないんで、確かに歌舞伎町秒で戻りました。確かに、はい、タクシー代5000円払って秒で戻ってきました。はい、はい、何やりますか今日は。歌舞伎町の、はい、女の子の最高売りかけ聞いてみた。おーおーおー、いやいや、ないと気になる。売りかけっていうのは、はい、あのホストクラブ翌月の決まった日までに入金すればいいっていうのがあるんですよ。はいはい、はい、そう、その月の最高金額を聞いていこうって感じですね。そういうことです。いやいや、マジでいい、知りたい。めちゃめちゃブラック。正直歌舞伎町の売れっ子ホストでも、はい、まあ、売りかけをかなり使ってるホストもいれば、はいはいはい、お金使ってないホストの売れっ子もいたりするんで、うん、まあ、実際それホストには聞けないんで。そうですね、今日はね、女の子にそれ聞いていきましょう。ズバリ気になる、聞きたいですね。じゃあ早速いきますか。いっちゃいましょう。ノリノリすぎる。さっき、まあ、僕ら出会って1分ぐらいでしたっけ。はい、1分ぐらい。なんかね、僕喋ったことないんですけど、急にどっこいだわどっこい言ってましたね。嘘そんな歌舞伎町で、はい、最高の売りかけ金額いくらかなと思いまして。そうしょぼい。そう、最高の売りかけ金額17万。おー、17万。いいえ、高いっすね。マジマジ、今現在はありますよ、売りかけとか。ないです。ない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 ですね。足洗ったんですね。あー、真面目、よかったです。当時は結構遊ばれてて、よかったです。18万円でした。いやいや、いい、本当にそんな聞きにくい質問当たりました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ありがたい、ありがたい、ありがたい。ホストクラブでの最高の売りかけ金額いくらなんだろうっていうのを聞いてるんですよ。何言ってくれたの、私もしたことない。ないんだ。ゼロ。あ、嬉しい。いや、いい、いや、嬉しい。同じく、マジ一番付き合いたい人。確かに一番。一番付き合いたい。はい、どうもー。はい、どうもー。はい。繰り返、繰り返。はい。日本撮りなんですよ。日本撮りで。時間節約で。はい。すいません、混乱してる。今日は、歌舞伎町で遊ぶ女性、最高売りかけ金額いくらなのということで。じゃあ、いいですか、お先に。過去最高の。ない、ゼロ。キャッシュで遊ばれてるみたいな。青で持ってんじゃないの、青で。青で持ってないの。全然、なんか、いいですか、聞いても。500万。やば。これで500万。すごいな。じゃあそれも今返し終わってみたいな感じですよね。すごいですね。ちなみに今現在家計はいくらみたいな、なんかあったりしますか。ほぼ3万。90。90です。90。すごい。いや、本当ありがとうございました、本当に。いや、すごいね、本当に。いや、すごいです。いや、売りかけ500万でしたっけ。いや、びっくりですね。いや、本当にすごいですよ、歌舞伎町には。しかも優しいね、みんな正直に答えてくれるじゃないですか。答えてくれますね。イケメンに優しい。イケメンに優しい、間違いない。はい、オールブラックのやらせてもらってます、シルバーケンヨです。いや、いい。はい、お願いします。めちゃめちゃ大手のホストですよ、めちゃめちゃ。シルバーケンヨさん、もともと数年前にトップダウンで一緒に働いてまして、はい、どっこい翔平チャンネルで出会うと思いませんでしたよ。僕もです。確かに、こんなところで。いや、今日もね、ちょっと聞きにくいこと聞いて回ってるんですよ、これ。もともと全員女の子に聞いてたの。初めてホストに聞くんだけど。いいですか、初めてのホスト。僕初めてのホストで。ホント、聞いていいのか。じゃあ、分かんないけど、今年1の最高売りかけ金額教えてください。おお、知りたい。2021年。はい、言っても僕そんな面白くない。そうそう、面白くない。面白くない。いや、そういうタイプではないんで。さすが。だって、いくらでしたっけ、最高売り上げ月間。最高売り上げ凄すぎ。すごいな、めちゃめちゃすごいな。そんな白。めちゃめちゃ白い。そんな面白くない。面白くない。そんな、はい、やってないですね。いや、全然全然ない。あー、数万ちょっと組み合わせて。最悪、間違えた。本当ありがとうございます。本当にありがとうございました。本当に全然もう、はい、楽しそうだね。ありがとうございます。またまたまた、さっき大丈夫でした。すごいよ。歌舞伎町で最高の売りかけ金額教えてください。ちょっと
答えてほしい。確かに答えてほしい。差した額と下額を聞きたい。確かにダブルで、ダブルで聞きたいです。なんかあります？ぶっちゃけ、ぶっちゃけ、はい、最高額。俺ゼロです。おお、すごい。じゃあ後の方に答えてください。最高売り上げ16万。最高売り上げ。ないよ、売り上げ。売り上げ、売り上げ。ないですよね、そうですよね。ありがとうございました。まあ、いいぞ。ちょっと面倒くさいんで買いますわ、僕らも。逃亡、逃亡。逃げる、逃げよう、逃げよう、逃げよう。怖いな、めちゃめちゃ怖いですね。はい、どうも、ありがとうございます。どうもー、ありがとうございます。過去最高の売りかけ金額いくらなのということで、まあ、下額と、まあ、差した額の最高をね、今日は聞いていくのになったということですよ、もう。10万。弱っ、弱っ、弱っ、弱っ。さっき500切ってからなんかもう、まあまあまあ確かに最高、ちょっといられない。じゃあ、過去最高差した額とか、ゼロ。ゼロ。おお、健全、かっこいい。ありがとうございます。お願いします。すいませんね、もうなんか連続で日本で。女性だったらホストクラブ、男性だったらキャバクラ、飲み屋で、過去最高の売りかけ金額いくらなのかなと思いまして。ないですけど、まあ、ちょっちょあのハード返したら決済の連絡を。なるほど、なるほど、なるほど。はい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 。あれか、もう急に切って、あー、高いって言って高額すぎて。はい、シンガポールで。シンガポール、急にシンガポールですか。すみません、すごいですね。最高600万出ました。600万出ました。シンガポール。なんかあります、いいですか。でも売りかけは200万ぐらい。おお、200万。200万はどこで。おお、高い。あ、地元で。同じだ。地元で高い。最高の売りかけ金額。いや、はい、少なくても50ちょい。まあ、リアル。50ちょい。50万も少ないっていう歌舞伎町がすごい。やばいですよ。50万ってだって定年前のサラリーマンの月収っすよ、ね、そうですね。あ、でまだ若い女性の方が少ないけど、いや、さすがです、本当に。いや、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ホストクラブでの過去最高の売りかけ金額いくらなのということで、ホストクラブちなみに行かれますか、お二人は。行くのが禁止なので。禁止なんです。逆にメイドの方、僕のことは知ってました。あ、見てます。あ、知ってるんですね。よかったよかった、ありがたい。お二人からしたら僕はアイドルじゃないですか。でもみんなからしたらアイドルみたいなもんですよ。もうホストはいけませんみたいな、恋愛禁止みたいなもんですもんね。そうですね。歌舞伎町の子は、はい、ホスト以外と恋愛しないんで、これマジで。これマジなことある。これマジです。はい、いや、本当ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ホストの過去最高売りかけ金額いくらなの。教えてほしいです。お名前と店舗の方よかったら。オーラ東京の支援にお願いします。どうも、そうです。おー、そうさんがもう4年と、オーラ東京の新人のアレクです、ね、いや、新人のアレクさん。いや、いいですか、先に聞いても。11万、なんかリアル。シャンパン1本。あ、いい、あ、いい、え、なんかいいですか、もう本当聞きにくいですけど。リアクションしづらい金額かもしれないけど、最高金額322万で。320。おー、すごい、すごい、ありがたいですよ。おお、ありがとうございます。YouTube であのこの給料こう上げての僕見ました。あ、いました。よく見てください。300万ずつ取るのかどうか。300万ずつ。オールキャッシュでやってるのを人に見せるのが好きなんですよ。やっぱホストの在り方が。ああ、確かに確かに。僕らホストってなんでかっこいいかっていうと、給料日にホストががっつり給料もらえるのか僕らの分かるじゃないですか。そうか。新年もずっと忘れずにやってはいるんで。なるほど。いいっすよ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おい、帰りました。はい、いや、すごいですね、マジで。いや、売りかけすごいですよ。最高の方が500万。はい。で、今、現に90万。はい。バグっちゃいけないのか。バグっちゃいけないのか。10万でも十分すごいじゃん。すごいです、十分。ただね、あれ、売りかけ範囲内場合、自分の給料から稼がることになるんで。そうですね。単純にすごいですよ、マジで。すごいです。いや、歌舞伎町のお金の動きはすごい。みんなに見てほしいですよね、もう。そうですね。みんな見てほしい。はい。いや、今日はね、こんな感じで終わりますが。はい。チャンネル登録、高評価。よろしくお願いします。そしてね、SNS もやってるんでね、ぜひ、そちらもチェックしてください。ありがとうございました。どっこいさんだぞ。地球が俺のホストクラブ、ブラジルからの締めだろうと、俺は泳いで駆けつけるぜ、世界の女性たちよ。このリストバンドを身につけて、ドンペリで乾杯しよう。世界平和とか